はい、ワッツアップ、こんばんは。ノリチューブのお時間です。今日も夢の中で見たお話なんですけども、あるですね、素晴らしい日本人のピアニストが出た言葉、やっぱり日本人はビバップまででなかなかその先は難しいなっていう言葉についてお話ししてみたいと思います。夢なんですけども、もう何十年も経ってしまった、結構昔の話になります。で、本当にね、そのピアニストは数少ない本格的な素晴らしい、実力者で、まあ今ちょっとこの世にはいらっしゃらないかもしれないんですけども、まあ、スタイルもね、古いスタイルから、コンテンポラリーな、そういう、まあ、当時の先端を言ってたようなスタイルまでね、こなす素晴らしいプレイヤーでした。で、そのおっしゃってた日本人はやっぱりビバップまででその先はなかなか難しいなっていう言葉なんですけどもね、まあ、当時ね、あまり意味分かってなかったですね、まあ、そこまで。ただね、今だいぶそのなるほどっていう感じがしてきたので、お話ししてますけれども、で、まあ、いつも言ってるんですけども、日本で、まあ、好まれるっていうか日本人が好きなのはやっぱり予定調和がある程度あるものですよね。それのが安心するし楽しみやすいと、っていうことは、まあ、型がある程度はっきりしたものが心地よく感じるっていうことなのかなと思います。で、ジャズの中でより型がはっきりしたものっていうと、大雑把に言えば古いスタイルのものになるかと思います。わかりやすく例えると、まあ、音楽以外のところで、例えると、例えばドラマだったら水戸黄門だったり、まあ、音楽だったら、まあ、演歌みたいなものですよね。もう次何起こるかっていうのが予測ができて、予測というか期待、まあ、こうなってほしいと、で、その期待に応えてそのお約束のものが出てくるっていうものですよね。まあ、水戸黄門だったら黄門様ですか。そっちじゃ、黄門様が1時間のドラマのうちの45分ぐらいのところでね、その門所を見せて、悪代官、悪いやつみたいなものを成敗ですか、成敗するとか、まあ、演歌でも何千回何万回と使い古された、まあ、フレーズ、イントロから、まあ、もうほぼ次のフレーズがどんなものが来るって分かってるような感じですよね。まあ、それが気持ちいいってことなのかもしれないですけども、まあ、それでジャズで言ってもそういう、まあ、どっちかというとね、古いものの方が予想がつきやすいことが起きますよね。型が見えやすくて、でもちろん古いスタイルっていうのは大事で、とても大事で、そのお約束を知らなければ、まあ、そこから発展応用させたりとか、それ今度は音楽的に騙してびっくりさせてまた安心させる、まあ、緊張と緩和ですか、あらゆる芸術に通ずる、まあ、そういうものを、さらにテンションのきついものとか刺激の強いことをやるには、そのやっぱり古いお約束のスタイルを知るっていうのは当然めちゃくちゃ大事なことだとは思います。まあ、大事なんですけども、ただそのお約束ばかりが全てっていうか、そこに固執してしまうと、まあ、やっぱり極端に言ったらね、水戸黄門しか見ないし演歌しか聞かないよっていうような、ちょっとマインドにも近くなって、クローズドマインドになってしまうのかなと、ちょっと残念な感じもしますね。まあ、ニューヨークのあるトップドラマとドラマについて話してて、まあ、本当に世界のトップの、まあ、トラディショナルスタイルっていうか、ビバップドラマみたいな感じので、すごい、それどう思うのかなってちょっと自分は興味があって、その彼はもっとコンテンポラリーなスタイルだったので、で、まあ、意見とかも強い人ですよね。まあ、アメリカにいるような、アメリカでは多いですけども、自分のポリシーがすごく強くて、コンセプトポリシーが強くて、まあ、ちょっと興味があったのでどう思うかなと、スタイルが違う、そういう古いスタイルのドラマを。そしたら技術的にすごい、まあ、当然すごいわけですよね。すごいから、そのアスリート的な、そこでものすごくリスペクトをさせられると言ってました。と同時に、まあ、そういう彼らのプレーっていうのが、まあ、ドラム、ジャズドラムの歴史で言えばエルヴィン・ジョーンズとかトニー・ウィリアムズとか、あとジャック・ディジョネットとか、まあ、もっとコンテンポラリーな、さらに自由でクリエイティブなスタイルを発展させた、なんですか、ものすごいの歴史の中のアイコンみたいな人たちの演奏、まあ、1ミリも影響がない、聞いたことないんじゃないかって思わせるぐらいの、そういうプレーっていうのはちょっと理解に難しいと、っていうようなことをね、言ってましたね。で、自分も割と帰国してすぐの頃ですけども、トラディショナルなスタイルな
ベーシストと演奏をしていて、基本的に自分は合わせたいって言ったら変ですけども、その、まあ、日本の悪い意味での日本の協調性とは違うつもりで自分ではいますけれども、自分は割と合わせたい方だと思うんですよね。自分ではそう思ってます。おじいちゃんと喋る時には割とそこに歩み寄ったり、あの子供たちと喋る時には そういう喋り合わせたい、その中で自分のやっぱり個性を出せたら面白いかなと思うんですが、まあ、その中で、まあ、すごいトラディショナルなプレイヤーと演奏してた時にちょっとだけね その彼のあれよりは外れたところ、まあ、遊んだりで、あわよくばちょっと興味持ってそこで一緒に遊んでもらったらより盛り上がったりするかなっていうね、ちょっとトラディショナルのものにはないボキャブラリーが出てきたんですよね。その時にそのベーシストの顔がなんすかね、こいつは一体何を言ってんだ、何を話してるんだっていうね顔されて、首をかしげられた、首をかしげるような感じでね見られたのを覚えてます。だからハーモニーとかリズムがちょっとセオリーからいわゆる外れて、なんか得体が知れないものを見た聞いた気持ちになってしまったのかもしれないですね。多分まあもちろん弾いたことはないし聞いたこともないっていうような、そういう表情に見えました。例えるとちょっとテレビとかインターネットも見たことがないと使ったことがないおじいさんがいきなり高校生のスラング聞いたみたいな、なんじゃこいつはみたいな、そんな感じなのかなと。で一方でニューヨークではね、ニューヨークでも古いスタイルに、まあ、ある意味固執 してるようなプレイヤーっていうのは、かたくなにそういうスタイルのプレイヤーもいます。ただあの自分はそういうプレイするけど、耳はやっぱり結構柔軟で、まあスタイルの問題じゃなくてね、内容がいいかどうかを聞こうとする、味わおうとする、味わえるミュージシャンが多かった気がします。だから自分は別に喋らないけど、ボキャブラリーとしてはあのその耳からは入ったりして、その何ですか、表面じゃなくて内面を味わう、楽しめることができる、やっぱりよりどちらかというとオープンマインドなプレイヤーが多かったのかなと思います。おじさんたちの自分たちの世代の言葉で話してるけど、中学生のねスラングもある程度理解できるし楽しめるよみたいな感じかもしれないですね。で話戻って、そのベテランピアニストの言ってた言葉なんですけども、やっぱりプレイヤーもリスナーも少し柔軟になって慣れて、型のねはっきりした分かりやすいジャズも素晴らしいし、素晴らしいんだけども、それだけじゃなくそこから発展したものも、よりちょっと自由だったりクリエイティブになったものも楽しめるような、そういうオープンマインドな人が増えるとね、より日本のジャズ文化もバラエティに富んだものがあの出てきて豊かになれるんじゃないかなと自分は思います。まあその彼の言ってた、やっぱりビバップまでだな日本人は、その先はなかなか難しいなっていう、その言葉には、まあ、そんな意味が含まれてたんじゃないかなと今何十年経って、思ったり感じたりしてます。ご視聴ありがとうございました。 Thank you so much for watching and I'll see you guys in the next video. Okay, bye bye.